ネットのインフルエンサーによるビジネスは良くも悪くも注目を集めがちです。知名度がそのまま集客率につながって大成功するパターンもあれば、何かやらかした時にほら見ろ、だからネットで有名人が作ったものなんかと必要以上の批判を受けて炎上してしまうこともあります。今回取り上げるのは後者のパターンです。以前当チャンネルで取り上げて大きな反響を呼んだシェフピー氏のピンクソースのその後について解説していきます。あの大炎上した調味料は現在どうなっているのでしょうか。まずピンクソース騒動について簡単に振り返っていきます。2022年6月、 TikToker のシェフ P が自作の調味料をチキンにつけて食べる動画がネットで話題になりました。これはひまわり油、蜂蜜、唐辛子、ニンニク、そしてドラゴンフルーツで色をつけたピリッとするソース、通称ピンクソースです。彼女は動画がバズったのをきっかけにピンクソースの製品化を告知し、ソース作りやラベリングの過程を SNS に投稿。30万以上のいいねを獲得し、多くの注目と期待を集めていました。しかしいざ商品が発売されると次々に問題が発覚。購入者たちから中身が出てる、色が変、臭いといったクレームが殺到しました。これは乳製品を使用しているのに冷蔵保存とラベルに書いていなかったのが原因だと言われています。こうしたトラブルを受けて彼女はこの件について謝罪する事態に。これで終わりかと思いきや、ある日のインスタライブで彼女は FDA って何？と発言。アメリカで食品を売るときには FDA という機関からの認証が絶対に必要なのですが、食品を売る立場の人間にもかかわらず FDA の存在を知らなかったことが判明し大炎上。 Twitter では彼女の発言を揶揄した F in FDA がトレンドになるなど、当初の想定とは異なりシェフ P と彼女が作ったピンクソースは不名誉な形で有名になってしまったのです。こうした騒動からピンクソースは完全に終わったと多くの人が思っていました。何を隠そう、僕もそのうちの一人です。しかしそんな世間の考えとは裏腹に、事態は予想外の方向に向かっていきます。2022年の8月19日、シェフ P は食品会社デイブスグルメとの提携を発表しました。デイブスグルメはかつて世界一辛いソースと呼ばれたデイブスインサニティソースを発売し、現在はホットソースや高品質なパスタソースで有名な会社です。この提携によってピンクソースはなんと正式な商品として発売されることになったのです。このようなパートナーシップを結ぶことになったのは、デイブスグルメの社長のデイビッド・ノイマン氏が TikTok で流行していたピンクソースに釘付けになったからなんだとか。社長曰く、才能はあるが商業生産の経験がない人に手を差し伸べ、我々の専門知識とリソースで彼女のピンクソースを市場に送り出す手助けができて嬉しいとのこと。では新生ピンクソースは具体的にどこがどう改善されたのでしょうか。まずは原材料。デイブスグルメによると、元のピンクソースよりもレシピをシンプルに、なおかつ乳製品を一切使わず、それでいて保存が効くように改良しているそうです。ノイマン社長曰く、 P さんがキッチンで作ったソースをそのまま保存できるバージョンで受け取ることができるとのこと。次に商品の流通と安全性について、これは食品会社と提携した時点でほぼ解決したと言っていいでしょう。 FDA の認証もバッチリです。現在デイブスグルメはピンクソースを商業規模で製造し、世界の小売店や外食産業に向けて発売しています。ウォルマートでは今年1月の中旬から7月まで独占販売される予定で、デイブスグルメの公式サイトでも購入可能です。気になる値段は以前の20ドルからかなり値下げされた 9.99 ドル、日本円でだいたい1200円くらいなので、だいぶマシになったのではないでしょうか。非難合々で始まったシェフ P のピンクソースビジネスは、彼女の商品への愛と立ち直りの速さによって多くの人が手のひらを返すような大逆転劇となったのです。皆さんは今回の件についてどう思いますか。ぜひ意見をお聞かせください。ということで今回ピンクソースのその後について解説しました。過去の動画でピンクソースについて絶対買わないとかボロクソ言いましたが、あれだけ非難されても諦めず改良を重ねて商品化にこぎつけたことについては偉そうな言い方になってしまうのですが、正直見直しました。もしかしたら日本の食卓にもタバスコとかチリソースと同じような感覚でピンクソースが並ぶ日が来るのかもしれませんね。